カマオさんはガチだよね。ガチでしょ、H チーム。ゆる？ガチね。もうこの時点で大森さんゆる優勝決定だもん。そうそう、一人しかいないから。ゆる優勝。混走なんだけど、結局ゆる、うん。もっと人数がね、分かれれば、うん、分けんだけど、一人じゃね、かわいそうだもんね。まあでも早回ししたら言ってたね。うん、まあ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 。え？しょうがない。日産キャラバンは知っている。
21.39。 すげえ感謝されたんじゃない、感謝されたんじゃない、うん、マジで、あ、車両、うん、なんだ、あ、切ってる切ってる、21.10。23.77。はい、HM クラスは4時10分から始めます。あと1分、あ、2分ぐらいですね。一番初めが伊藤さんです。2人目が長澤さん、3人目が大森さん、4人目が鎌尾さん、5人目が関根さんです。そうです。はい、このクラス出ない人でもマーシャル手伝っていただければ最後の抽選会、あの出場権が得られますので。よし、じゃあ伊藤さんのとこから。マーシャルやってたか、お願いします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤なろう。はい、ポンダー OK です。それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。さあ、このレイアウトになって今日初めての HM レース。さあ伊藤さん、じゃあスタートしますよ。まだスタートしてないよ。はい、はい、それではスタートします。計測ラインを通って30秒の、予選になります。ベスト1ラップだけ取ります。レースを開始します。はい、どうぞ。はい、さあ1周から8秒865。マジ？これでいいや、モーターチェック、モーターチェックあまりに早い場合はケーブル値チェックしますからね。さあ2周目は13秒台。はい、ここでゴール。さあ最終周8秒863、1000分の2秒削ってきました。これがベスト。はい、2組目長澤さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはギャラドス。はい、 OK です。プラクティス終了です。伊藤さん、すいません、こちらマーシャルいいか、うん、はい、それでは長澤さん30秒スタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。1周目9秒18。まあ、そこだったら大丈夫かな、うん、そこだったら大丈夫です。
さあ9秒06、これが最終周。ああ、こけた。はい、ここでゴールです。長澤選手3周目9秒06、2番手タイムです。3組目、大森さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはのりちゃびに458。あ、大森さん、大森さん、うん、さあ大森さん、うちのレースは今回初出場です。ありがとうございます。はい、じゃあ一回本田確認で通ってください。はい、OK です。プラクティス終了です。レースを開始します。あ、間違えた、ごめんなさい、間違いです。レース終了です。マシンを回収してく。はい、それじゃあスタートします。どうぞって言ったら走ってもらって、そこから30秒です。それではスタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ切り替えて2周目いきましょう。さあ次の周が最終周になりそう。この周は10秒08。レース終了です。ここでゴールです。マシンを回収してください。10秒08で3番手タイムでゴールです。次が、鎌尾さんです。それではこう、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは鎌。はい、今度は OK です。それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、スタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。最終目9秒56、長澤さんの後ろで3番手タイム。9秒14、3番手タイム、長澤様だと 0.08。 さあもう一周できそうです。来た、8秒台、8秒96、2番手タイム。トップタイムまであと 0.1 秒。レース終了です。はい、ここで終了です。マシンを回収してください。3周目8秒964、2番手タイムをマーク。さあ最後が関根さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは関根 HM。 はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。1周目9秒03、鎌尾さんの後ろ3番手タイム。
8秒872番手に上がってきました。さあトップタイムまであと100分の1秒。レース終了です。マシンを回収してください。8秒873、これで予備選終了です。伊藤さんトップ。そう、7、うん、はい、それでは予選は25分からスタートします。1組目が釜尾さん、長澤さん、大森さん、2組目が伊藤さんと関根さんでやってきます。25分、釜尾さん、長澤さん、大森さんからスタートします。お疲れ様です。持ってるのは難しいな。まあ、ここに立ち上がるんですよね。私は移動だからね。
はい、それでは時間になりましたので予選の1組目始めていきます。釜尾さん、長澤さん、大森さんのヒート、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはカマ・ギャラドス・ノリ・チャビン458。大森さん出番ですよ。大森さん出番、出番、うん、はい、長澤さん OK。 浜尾さんも OK です。練習時間残り1分あります。1分間は自由に走れます。2月の最初の旅行きますよ。あゆむくんと、あ、そうそうそう、うん、まだエントリーしてます、うん、あ、もういきなりレース出んの、はい、いきなりレース出る、大丈夫でしょう。分かんないけど、まあね、だって1挑戦置いたら、うん、置けば、お金払って置けば追加しちゃって、あ、なんで1次挑戦兼ねてんだ。読んでるは読んでる。あ、読んでないよ。読んでない。うん、これ緑だよ。あ、本田と、すいません。はい、はい、長澤さんがヒントを取りますけど。あ、これ変更する、これに。ゴール。あ、大丈夫だよ。そっちで出るんだったら出られるよ。今す。おい、慌てなくていいんで、うん、大丈夫ですよ、ゆっくりやってください、うん、みんなゆっくりしてるんで、もうこの白い人なんかも出てきやしね、スタートだっつってんの、ね、はい、OK です、これです、それ作戦だからね作戦だから。カマゴール、ギャラドスゴール、ノリ・チャビン458ゴール。
はい、それではスタートします。並べてあげてください。プラクティス終了です。鎌尾さん、長澤さん、大森さん。もう久保君のセンスでいいですよ、センスで。あ、結構借り直しだし、ね、うん、今日初めての方がいるんで、一回スタート音聞いてもらいます。これ練習です。レースを開始します。これでいきます。はい、これ一回止めて、レース終了です。マシンを回収して、はい、それではスタートします。今度本番です。今度5分間の周回レースになります。レースを開始します。はい、スタートしました。さあ、1周目トップで勝ちたのは鎌尾さん、長澤さん、大森さんの順です。さあ、大森さんが9秒台、9秒82、自己ベスト更新です。さあ、鎌尾さんと2番手長澤さんの差が 1.2 秒。長澤さんは9秒22がベスト、鎌尾さんは9秒05が出てます。さあ、鎌尾さんがミスター、長澤さんが 0.6 秒後ろ。さあ、ここで鎌尾さんがヒートのベストを更新、9秒03。2番手長澤さんのベスト9秒20。トップ争いは 0.8 秒差。さあ、長澤さんがベスト連発、9秒202。さあ、大森さん9秒71、自己ベスト更新。さあ、長澤さんがベストを更新してきます、9秒13。さあ、大森さんも9秒57が出ています。さあ、鎌尾さんが1人8秒台マーク、8秒91。さあ、5分の長丁場です。さあ、大森さんの後ろからトップのマシンが来ましたが、こけた。さあ、ここでトップが入れ替わったか。入れ替わりましたね。長澤さんがトップに変わります。はい、大森さん、ありがとうございます。きれいに抜かさせていきました。さあ、時計はまだでもね、2分にもなっていません。現在トップ長澤選手が13周目、鎌尾選手同一周回 5.9 秒の差がある。大森さんは2番手と5秒差です。さあ、3台がだいたい5秒差で走っています。さあ、トップのマシンはロータリーを越えて V 字コーナーを通って今計測ライン。鎌尾さん、またこけた。さあ、2番手鎌尾さんの選手にトップが近づいてくるという展開。ここで折り返しの2分30秒、まだレース半分。鎌尾さんミス、これで長澤選手が全車ラップして18周から19周。さあ、3番手大森さんも健闘しています。2番手とは 3.6 秒差。3分経過、残りが2分。さあ、トップ長澤選手21周目に入ったところ、ゴール予想は32周です。あと11周。さあ、鎌尾さん、これパスするとトップと同一周回になります。さあ、長澤さん、ここは余裕を持って行かせました。残り90秒です。さあ、鎌尾さんがこれでどっちでも、あっと、ここで長澤選手が転倒。さあ、これで鎌尾さんが9秒3後ろにいる計算になります。
さあまだ余裕があるが、あとワンミスあると分かんなくなります。さあ加納さんが猛ダッシュしている。前の週5秒差、一気に詰めてる。この週 4.4 秒。さあトップのタイム見てみましょう。長澤選手が9秒6、加納選手が9秒3で待っている。その差が4秒。ただ残り時間があと40秒。さあ4秒切ってきた。3秒8。長澤選手の視界にも加納選手のマシンが入ってきてそう。残りが30秒。ここで大森さんがベスト9秒48。さあ残りが20秒。さあ長澤選手が31周目、加茂選手が4秒3後ろにいる。残りが5秒。さあ長澤選手は最終周入りました。ノリチャミン458ゴール、カマゴール、大森さん、カマオさんゴールです。はい、そして長澤選手5ゴール。マシンを回収してください。予選トップ長澤選手32周6秒、加茂選手が31周0秒、大森さんが29周0秒でゴール。はい、それでは続けて予選2組目、伊藤さんと関根さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは伊藤奈郎、関根 HM。 はい、2人ともポンダ OK です。練習時間残り1分30秒。16.40。おっと、練習走行で今日のベストタイムが出ています。まあ、これ非公式ですが8秒68が出ている。はい、伊藤さんは予備予選8秒8でしたからね、0.2 秒ぐらい更新。はい、そうですね。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。あとでじゃあちょっと疑惑があるんでね、チェックしますよ。はい、じゃあごめん、並べてあげてください。伊藤さんが前、後ろが関根さんです。はい、それではスタートします。スタート音ランダムじゃなくてさっきと一緒、いきなり確かピーンだったと思った。はい、それではスタートします。5分間です。レースを開始します。はい、全部なし。うわー、関根さん仕掛けたが転倒、安定。さあ1周目トップで入ったのは伊藤選手です。伊藤選手は1周目から8秒台、8秒9で回っている。さあ2周目、関根さんが今日の全体ベストタイム8秒79をマーク。伊藤選手8秒8。安定。さあトップ争いは 2.2 秒差です。さあ伊藤さんがコースレコードを塗り替える、8秒61。マジで？さあ関根選手が8秒70、トップ争いは 2.3 秒差。おっと、ここで伊藤選手が転倒。その横関根選手が抜けていきます。1分経過したところ、さあトップは変わりました。8周目、関根選手は現在トップ、伊藤選手が 1.4 秒後ろにいます。さあこの週関根さんが8秒9、伊藤さんが9秒0。
チームが。さあ、2台とも8秒台のラップを重ねています。この週その差が 1.2 秒、伊藤選手の方が早い。さあここで再び伊藤さんが前に出る。関根選手が 0.5 秒後ろ。さあ 0.2 秒差、関根選手の方が早い。2分経過、残り3分。さあ 0.5 秒の争いです。さあ2台ともこのままいくと33周ペースなので、このままいけば予選1、2ということになります。さあ関根選手がミス、 2.7 秒に差が広がります。ここで折り返しの2分半、残りが2分30秒。結構長いね。さあこの週伊藤選手が9秒01、関根選手が9秒57。この週伊藤選手8秒9、関根さんが9秒0。3分経過、残りが2分。さあ依然として2台ともゴール予想は同じ33周です。さあ前の週その差 3.5 秒でした。この週 3.4 秒。はい、残り90秒です。誰かがしてくれてる。さあ時計は4分になります。残りが1分。現在27周目を走行しています。差は縮まらない、 3.5 秒差変わらず。残りが45秒。差が全く変わらない、 3.5 秒差。この週伊藤選手が9秒10、関根選手が8秒95。残りが30秒。さあレース後半、関根選手の方がペースがいいようです。残りしかし15秒。残り5秒。さあこれが最終周です。なんと伊藤選手34周に乗っけてきた。関根選手ゴール、ここでゴール。はい、伊藤選手が1人34周で予選 DQ です。関根選手33周2秒で予選総合2番手、3番手が長澤選手、4番手鎌尾選手、5番手が大森選手という予選結果でした。本当にチェック受けるんですか。
僕らレーサーやったらみんな貶めることだけにこう命がありますからね。おー、このレビューには一番いい数ですね。それ8秒が出ちゃうんだ。勝ってるからね、これ5個買って食べたらね。それでマッチとしたの。いいやつも振り返って、24秒8秒って出たら出たらね。はい、決勝は全員にします。5名による決勝です。50分からにします。50分スタート。2周だよ、2周。ちょうど丸々2周です。32、34。うん、ね、結構でかいね。うん、まあ、平均タイムが9秒0だもん、伊藤さんは。長澤さんが9秒5だから。うんうん、これね、ベストより速いね。アベレージ。そうだ、うん、昔のあの人みたいな。あれはね、もう全然変わっちゃうから無理や。あれはそうなんですよ。じゃあイーグルのやつ。そうだね。村山が。村山が。村山が。だから、義理の親が厳しいんだって。そんな、俺まだ弟子だから。
確認しないと、はい、それでは時間になりましたので決勝レース全員です。コースオープンします。立ち位置は予選の成績順で決めてください。伊藤選手、関根選手、長澤選手、釜尾選手、大森選手の順です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤ナロー、関根 HM、 ギャラドス、カマ、ノリ、ジャビニ458。はい、長澤さん OK です。合言葉は感想はい、大森さん OK です。関根さん OK。17.94。はい、鴨さん OK、 あと伊藤さんで全車 OK です。はい、全車ポンダ OK。 練習時間残り1分。22.95。はい、それでは行きましょう。並べてあげてください。プラクティス終了です。前から伊藤さん、関根さん、長澤さん、4番手が釜尾さん、そして最後が、大森さんです。伊藤、関根、長澤、釜尾、大森の順です。最初でこうみんなガチャってやるんだから、選ぶから。アドバンテージがねえ予選のアドバンテージがねえじゃん。はい、今日初めての方いらっしゃるんで、スタート音さっきとずっと一緒にします。はい、それではスタートします。決勝も同じ5分間です。ここで優勝が向こうがない、向こう、向こうマーシャルがない。じゃあ俺そこ行くか。大丈夫、本当
そこね、うん、それではスタートします。5分間です。レースを開始します。さあ、まずは予選の成績順に周。さあ、伊藤選手と関根選手の差が 0.2、 長澤選手はその 0.8 秒後ろにいます。4番手、釜尾選手が 1.4 秒、5番手、大森選手が 1.5 秒後ろにいる。さあ、関根さんがミスしたようです。長澤さんが前に出ているようです。伊藤さんが逃げる展開、 1.5 秒の差をつけている。さあ、関根さんが再び2番手上がってきます。トップは2秒差。さあ、この中でベストタイムを出しているのはトップの伊藤選手です。1人8秒台、8秒80、ごめんなさい、関根さんも8秒台出ています、8秒85。さあ、突破ですが、ちょうど2秒です。はい、ありがとうございます。さあ、現在トップ伊藤選手、2番手関根選手が 2.1 秒、3番手長澤選手 1.4 秒、そのすぐ後ろに釜尾さんがいます。そして5番手が大森選手。さあ、ここでベストは釜尾選手、3人目の8秒台、8秒87、現在4番手。さあ、2番手関根選手がこのヒートの全体ベストタイム8秒77をマーク。そう思ったら伊藤選手がそれを塗り替える、8秒75。大森選手9秒57。さあ、そして釜尾選手が長澤選手をかわして3番手に上がってきます。おお、いいね。2分経過、残り3分。さあ、大森さんの後ろから来るのがトップのマシンです。よくところで抜いかしてあげてください。はい、ありがとうございます。さあ、関根選手はトップとは 2.8 秒差、釜尾選手が前とは 3.1 秒、4番手長澤選手が 1.4 秒差です。ここで折り返しの2分半です。さあ、3番手争い、釜尾選手と長澤選手の差が前の週 0.3 秒、前の週釜尾さんがミスったんですね。さあ、その3番手争いの後ろからトップのマシンが来ます。さあ、ここでベストは長澤選手9秒05。はい、ありがとうございます。まずはトップ伊藤選手が長澤選手をパス。さあ、間にトップのマシンを挟んで3番手争い。さあ、関根選手は逆に伊藤選手に置いていかれているようだ、4.8 秒差。さあ、ここで早かったね、回せるな、優勝だね。さあ、関根選手は3秒差まで近づく、残りが90秒。さあ、再び長澤選手の前に、後ろにトップのマシンに来ます。はい、大森選手の後ろから来るのが2番手、緑のマシン。はい、ありがとうございます。さあ、残りが1分。さあ、突破です。3秒差です。伊藤選手、現在28周目入ったところ。関根選手が28周目、3秒切ってきた。2秒9。残りが50秒。釜尾さん、3番手ですね、また。長澤選手がミスったようです。4番手です。本当？あ、じゃあこれが読んでないんだね。じゃあ修正します。長澤選手が3番手で2秒後ろに釜尾選手がいる。いや、釜尾選手ミスったかな、この週ミスった、6秒差になった。3番手争い、
残りが間もなく15秒、突破らずの 2.5 秒差まで近づいてきてる。さあトップのマシンがこれで最終周です。ギャラドスゴール、関根選手ゴール、長澤選手ゴール、伊藤なるおゴール、鎌尾選手ゴール、そして大森選手ゴール、全車ゴール。マシンを回収してください。ここが伊藤選手、決勝も34周回ってきました。2番手関根選手、3番手長澤選手、4番手鎌尾選手、5番手、大森選手。一回鎌尾さん向かってないよね。一回ポンダが読んでなかったですね、関田さん。このことあるの、うん、誰かと同時に入ってやると、もうこのシステムダメだね。あ、そうなの、うん、そうなんです。そうなんです。とか、低速ラインの上で誰かが止まってるとか、そうすると読まないですよ。あ、そうなの、うん、同時に入って止まんないんだ。そうそうそう。俺の過去力だったら。あ、まあ、でも今言ってくれたから、誰修正できたから、はい。ありがとうございます。はい、じゃあじゃんけんですね。でゆるクラスの優勝が大森さんで、ガチクラスが伊藤さん。よし、じゃあタイヤとオイルですか。はい、それでは大森さんと伊藤さん以外でじゃんけんします。はい、最初はグー、じゃんけんポ、パーの人。お、一人。じゃあ、いきなり勝ち上がり。じゃあ大森さんと伊藤さんと鴨尾さんで決勝じゃんけん。俺もそうなんだよ。写真撮ります。全員で撮っちゃいます。俺のゆるクラスって3人なの？ 3-3 なんだ。そうそう、3人か。さあ、決勝も 3-3 にしよう。ゆるちゃん、ゆるクラスこれでるの？いや、違います。許さない。ゆるじゃないから。このノリでゆるはない。また書き換えたらさ、1万2000ムートは出るからね。書き換えたらまたあります。いや、早すぎんじゃない。いや、早すぎるでしょ。リフだもんな、これも。あれ、関根さん結局さっきの基盤ダメだったね、AW。 あ、本当。また久保ちゃんが倒れてたよ。え、久保ちゃんが倒れてたよ。あ、そうだ。
消えてた。